朝か。はい、皆さんおはようございます。今日もまた怪我してるんで、一応リハビリの一日なんですけど、まあその中でも自重でパワーつける系のメニューを行っていこうって思ってて、まあ、パワーってどういうメニューかって言ったら、まあ瞬発系、言ったら足速くなるみたいな、一気に力を出せる系のメニューを行っていこうって思ってて、まあ午後 MRI あるんで、まあそれの結果も含めて今日は見てもらえたらなと思います。じゃあ今日も一日やっていきます。そう、はい、じゃあそれではいただきます。いただきます。はい、完食、ごちそうさまです。今日もプロテイン飲んでいきます。大さじ1杯あ、こっちかこっちです。はい、それではシェイキングタイム。あいつマジでよ。プレイ時間いる。あ、ユーチューブ。どういうことか。こうやっていい。あれだ、お前分かるか。どっかの前にな。そうなん。一人さ、あんまりたまにしかやないけど、この子はなんかツイッターとかも癖なんで。そんなに。あれや。大会でも。3周とこっちや肉やな。ああ、演技演技えぐえぐ、きついきついきついっすか。腹立つわお前。いや、あれほんまにちょっと使ってんじゃんと思うぐらい。まあ横元気してるから4枚抜かれた見た。こっちえ、あの団体普通に大会で。どっち？え、ヒーラーメール見てない。毎日成長していくのが俺の感じだって。え、これちょっと続いてる？それ動画乗っけてや。それで腕立てよ。しかも俺自由で買ったから。あん時あったわ。待てって言って。これ逆足で切りすぎた。このスマジ痛い。いや俺はあんだけで1対1走れそう。左うまい。塩坂ユースの10番狙ってる。ハルトはいいな。ハルトこ最高のカメラ目線してるのとか俺めっちゃ気になる。あ、えぐいな。すいません、 KWL 出てフットサル結構おもろい。ちょうどなしよ。フットサルめっちゃおもろい。めっちゃおもろいね。あれめっちゃおもろい。もう普通にするだけやもん。普通におもろいな。ガチでやったら何でもいいんだよ。俺ソンギさんやった。だけどさ、4回なんてフットサルは嫌ねんから、さすがに1人しかおらん。でも2部連が俺ら主催とかして、いや、もうマネージャーつけるいいね、いい、やったっけ、いいね、いいよ、いい、グー。はい、昼ごはん完成しました。それではいただきます。ちなみになんですけど、これがめちゃくちゃタンパク質豊富で、まあ、家の近所にプロレスラーの方が住んでいるんですけど、その方に教えてもらった
って料理なんですけど、これめちゃくちゃ食べやすくておすすめです。タンパク質も取れて、まあ1回の食事でタンパク質の取れる量って決まってるらしいんですけど、大体30から50グラムくらいしか取ることができなくて、だから何回も分けて取った方がタンパク質とか取れるらしいんで、これとかやったらその1個丸々、はい完食しました。クソバです。はい、はい、じゃあちょっと今眠りから目覚めたんですけど、お腹空いたんで、まあ、ちょっとおやつでも作っていこうかなって思います。はい、じゃあやっていこう。完成しました。いただきます。はい、完食って言いたいんですけど、ちょっと言いたいのが、量がおやつじゃない。マジ腹いっぱいすぎて僕食いきれない。これ今30分くらい戦ってます。どんくらい残ってるかって言ったら、ご飯とこのお肉とイチゴ1個なんですけど、あるある言っていいですか。最後の1枚が一番きつい。はい、はい、完食。ごちそうさまです。はい、じゃあちょっとね、 MRI まで時間あるんで、このサッカーボールちゃんとリハビリがてらにお散歩デートしていきたいと思います。行ってきます。かわいいね、かわいいね。どっか痛いとこない？はい、じゃあちょっと公園まで歩いてきたんですけど、ここからちょっとふざけんのなしでリハビリしていきたいと思います。じゃあそれではちょっと MRI 取りに病院に向かっていきたいと思います。結構ドキドキなんですけど、
頑張っていきます。何もないことを願って。はい、じゃあ今診察終わったんで、とりあえず今から帰っていきます。そう、はい、じゃあちょっと今帰ってきたんですけど、まあ結果から言ったら、まあ、人体の損傷でしたね。やっぱ MRI 撮っても結果は一緒やったんですけど、まあ太ももの前の筋肉は硬かったりしてるんで、まあそこのストレッチとか、まあ、動ける範囲で動いていった方がいいって言われたんで、動ける範囲で、まあ、動いてもいいというふうに言われたんで、まあそんな感じでこれからもトレーニングしていこうと思います。で、結構もう僕には時間ないんでね、まあ復帰までなるべく、まあ焦りすぎず少し、まあ、焦りすぎず、まあ、できる範囲のことをやって、まあ、絶対にけど成長はしないとダメだなと思ってるんで、まあ、何もしないより僕はやった方が落ち着くんで、これからも頑張っていこうと思います。はい、じゃあ晩ご飯食べていきまーす。いただきます。マッスル。なんか入ってきた。いただきます。する前からウエイトトレーニングせなあかんっていう考えもある。はい、完食。お前タレこぼれるって。あぶな。はい、完食。ごちそうさ。マンモス。2時間前。はい、今日もこの時間がやってきました。じゃあ早速立ていこうと思います。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる不器用。はい、今日も一日お疲れ様です。今日まあ動ける範囲内で動いていったんですけど、まあ膝の痛みで言ったら、まあだいぶ最初とかに比べたらマシっすね。でまあ動ける範囲で動いていって、これからもまあ多分休んだ方がいいっていう声もあると思うんですけど、休むのは上手いやつとか天才だけでいいと思ってるんで、僕はやっぱ下手は下手なりに努力しないとダメだと思ってるんで、僕はまだまだ下手だと思うし、全然努力が足りてない、努力が足りてないっていうか、まあ、まだまだやれることあると思うし、そう、自分の伸びしろとかを考えたら僕やっぱ今が楽しいね。そう、練習してる時とかが結構楽しいんで、僕はこれからも頑張っていこうと思います。この怪我をネガティブに考えずにポジティブに考えれるように頑張っていこうと思います。それではチャオー。